どうも伊達仁チャンネルへようこそ。伊達仁でございます。本日は筋肉マンマッスルショットいってみましょう。マッスルショットポチッと。はい、本日こちらゴールドバーの2200万パワーのバトル行ってみたいと思います。ちょっと行きますか。はい、今回こちらゴールドバーのねバトル2200万パワー行ってみたいと思います。生放送ではね2000万パワーまではクリアしたんですけれども、2200万パワーをねちょっと挑戦してみようということで行ってみたいと思います。よいしょ。結構痛いね。このねスニーゲーターが結構きついんだよね。であとこれ火山か。火山耐性はこの筋肉マンいいですよ。これでいけるかな。よいしょ。なんとか突破。はい、続いてラウンド2いってみたいと思います。ラウンド2登場するギミックがね、電流ダメージ電流ね、ロープとこのねゼリー、そしてカウンター。よっよっ。よし。よし、いけるか。よいしょ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 。で、これね、ゾンビ復活もありますからね。よし。いけっかな。よいしょ。次のターンで決めたい。いやー、決まらなかった。いやー、いけたと思った、完全に。第五さん。いや、食らっちゃうな。食らっちゃうな。まあまあまあ、いいでしょう。いやー、これいけんだよな。とりあえず体力回復しとこう。いけるか。いやー、厳しい。うわ、無理か。いや、意外に苦戦してる。やばい。うわ、持ってかれたな。一旦は体力回復。よし。まあ、ちょっとゾンビちょっと早めに倒してよかったね。はい、続いてラウンド3登場するギミック火山、それからね、この地獄の砂柱、それからこのプリンプリン、これ意外にこれ、ああ弱いな。
よいしょ、もうちょいだ。よし、オッケー。よいしょ、よっしゃ、このロビンさんやっつければオッケー。よいしょ、あとはバラクーダの攻撃の声。よっ、よし逃げろ。あー、これワンチャン危ないかもしれない。よっしゃ、必殺も溜まってたぜ。よっ、これいっとかねえと死ぬな。いっときましょう。よっ、まあこれはちょっと大丈夫です。このターンいってもこれは言っとかないとやばいやつですね。よっしゃ、なんとか、まあ、19ターンだけど多分貯められますね。はい、ラウンド4が電流とあれだね、ゾンビ、そしてこのゼリー。このプラネットマンのね、この地球の方、バルカンの方もあれなんだけど、復活もあるからね、ゾンビがあるからね、早めに倒しておきたいんだよ。召喚もするしね。よし、いいか。召喚するのはこのバルカの方ね。あ、召喚っていうかあれ、あの復活させるのね。これ以上ちょっと出現させてほしくねえな。両方いい感じに削れてるけど、これ以上魚妻が来ると結構厳しい。うわ、よっ、よっしゃ、この電流回復っつうの嬉しいよね。よっしゃ、よっしゃ、よし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 、 OK、 KO、 よっしゃ、なんとか突破してますね。いい感じに突破してますよ。はい、ラウンド5は火山電流、それからカウンターダメージ電流ですね。いやー、いきなかったか。まあ、これタッグ技がきついところなんですけど、どっちか一体倒せば楽になる。よし、倒して。
うわ、これ一番最悪なパターン。よいしょ。このシールドモっていうのがやっぱ厳しいな。はい、まあなんとかね、ここまで来るね、ここまで来るとまあいいでしょう。まあ3試合予想でもないよ。で次の順番後ね、なんとかあの紫の筋肉マンまでにしたいんで、必殺を食らわないように、まあ倒さないようにね、倒したかな、あ、倒した倒した、まあまあまあいいよいいよ。はい、続いてラウンド6。これね、紫の筋肉マンに合わせたいんだよね。なるべく直線崩さないように。よし、あーでもどうだろう、一匹ぐらいならいける。もう一個近いな、そっち耐えてほしい。ワンチャンあるんだけど、こっちだな、ここだ、よし、そりゃあサイド筋肉バスタードガーン、よっしゃよっしゃ、あとは牛丼に期待の、あと縦感できるかな、無理か。まあまあまあ、まあこれ次のね、この忍者これね、結構友情が使えなくなるからね、これ食らうと。まあいいでしょう。まあこのターン一ターンはね、ちょっと友情が使えないからかなり厳しい。じゃあ早めに倒したいのがこのバファローマン、それからスプリングで、これも行くしかねえんだよ、こうやって。で、これどっちか倒してくださいね、バファローマン、よし、まあ、これでバファローマン、スプリングマンを必殺で倒すときとすげえ楽。よっしゃ、で、これが多分結構きついかもしれない。うん、結構きついな。で、これ必殺行きたいんだけど、必殺にね、ちょっと行ける場所じゃないんで、なるべく友情使って倒そう。よし、
でゴールドマンの近くに行きすぎるとやばい。よいしょ。で消えた。さあこれはちょっと厳しいか。展開的に厳しいぞ。よっしゃ。次な、これ怖いな。よっしゃ、いける。で、これはもう牛丼取りましょう。よいしょ。よいしょ。よっしゃ、OK。ナイス、牛丼。で、これ近くにいるとやばいかな。よし。で、これは、よいしょ。よいしょ、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 よいしょ。結構削れたぞ。で、カナーは大丈夫。あー、スピクリじゃないけど、いけるかな。よいしょ。よいしょ。スピクリ逃しちゃったね。まあ、ちょっと単数間違えた。さあこれでどうだ。ドアー KO ということで、よっしゃ You win ということで、なんとか勝ちました。いやーちょっと一旦ちょっとやられちゃったけどね。まあいいでしょう。おいおいおい、10体ということで4回目クリアでございます。はい、ちゃんとこの石ももらってましたからね。なんとかクリアすることができました。はい、本日こちらゴールドマンのね、2200万パーのバトルでございましたけどもね、まあ危なっかしいとこばっかりでしたけどもね、なんとか勝ててよかったかなというところでございました。まあちょっとまだね、このゴールドマンキザマックスじゃないんでね、ちょっとこちらのバトルどんどん勝ってね、キザマックスの方に、していきたいなと思っております。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。これだってチャンネル、またあそこにね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にねチャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録のボタン押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。